工藤貴人は、青森県黒石出身の元プロ野球選手。左投げ左打。現在は、中日ドラゴンズの2軍外野守備走塁コーチ。弘前実業高校時代は1年の夏に外野手のレギュラーを獲得し、夏の甲子園に出場。2年の秋からはエースとしても活躍、秋季東北大会でベスト8、3年夏は県大会ベスト4。青森大学では細川徹の1学年下で2年からレギュラーとして大学選手権ベスト8、秋はリーグ首位打者。4年生次には、竹原直孝や、鞘師智也らと共に、外野手として2002年の第1回世界大学野球選手権日本代表に選ばれている。ベスト9 5回。JR 東日本では、同い年で同期入社の小山義雄と共に、都市対抗などに出場した。2004年のドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに9巡目で指名され、入団。背番号は53に決まった。2005年、1年目から2軍で83試合と、積極的に起用され、打率255、6本塁打、8盗塁の数字を残した。この成績を受けて、シーズン終盤に1軍登録され、9月22日の対オリックスバファローズ戦にて、森本貴明の代打として、プロ入り初の1軍出場を果たした。この年は1軍で5試合に出場したが、13打数、6三振0安打に終わり、安打を放つことはできなかった。2006年、2軍で83試合に出場し、打率282、1本塁打、9盗塁を記録したが、1軍での出場はなかった。日本シリーズでは40人枠に入ったが、ベンチ入りは叶わなかった。2007年、2軍で打率379、1本塁打、15盗塁の活躍が認められ、6月19日の対広島戦でプロ初安打となる三塁打を放ち、ここから4打数連続安打、スタメン3試合で7安打とアピール。これをきっかけに1軍に定着し、シーズン中盤以降左翼手のレギュラーとして活躍した。打率288、9盗塁を記録して、チームの優勝に貢献した。チームの優勝決定後、消化試合となった9月30日と最終戦の10月3日には、主力を外した若手主体のオーダーながら、自身初となる4番打者として、先発出場し、1番と9番以外の全打順で、スタメン出場した。このシーズンの公式戦で、工藤が打点を挙げた11試合はすべてチームが勝利するなど、飛躍のシーズンとなった。ポストシーズンのクライマックスシリーズ第3戦、第5戦でも打点を挙げて、チームの勝利を導いたが、日本シリーズ第2戦で打点を挙げながら敗れ、不敗神話は13でストップした。2008年5月3日に4打数4安打3打点の大活躍でヒーローインタビューを受けた。また、前年の5月3日にも活躍しており、この出来事がきっかけで、工藤の背番号も5月3日にかけた53だったことから5月3日は工藤の日と称された。前年の72試合を大きく超える104試合に出場したが、左翼手に新外国人選手のターメル・スレッジが加入したことに加え、自身の打撃の調子も今一つ上がらず、代走や守備固めでの起用が中心になった。シーズン終了後の11月14日、新岡智弘、林昌範との交換トレードにより、マイケル中村と共に、読売ジャイアンツに移籍。背番号は35に決まった。2009年、巨人には、少ない俊足好守の実績がある外野手として、期待されたが、松本哲也、亀井義行といった工藤と、タイプが重なる若手外野手の台頭により、競争から弾き出される形になった。交流戦ではパリーグでの経験を買われて、先発出場の機会を得たものの、49試合の出場に止まった。オフに同年に現役引退した木村拓哉がつけていた霊を継承。2010年、ルーキーの長野久義の加入により外野で争いがより激しくなり、出場機会を得られず前年よりも少ない40試合の出場に終わった。2011年、開幕を2軍で迎えた。1軍出場のないまま、6月29日にサブローと工藤金銭の交換トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍。およそ3年ぶりにパリーグに戻ることとなった。背番号はサブローがつけていた3に決まった。2011年8月6日、QVC マリンフィールドにて移籍後は、大松尚逸の不振もあって、レフトでスタメン出場の機会を得、夏場には、石嶺正大、岡田隆文と鉄壁の外野陣を形成した。一方打撃では打率200と低調で、清田育弘の復帰や角中勝也の台頭で9月以降は、スタメンの座を奪われた。しかし、シーズン途中の加入ながら53試合に出場し、巨人時代よりも出場機会を増やした。シーズン終了後、トレード相手の大村三郎が FA でロッテに復帰することとなったため、それに伴い背番号が25に変更された。2012年、開幕一軍入りしたが、角中勝也の台頭や、6月に荻野貴が復帰するのと入れ替わりで2軍落ちとなった。そのまま再登録されることなくシーズンを終え、前年の出場試合数の半分にも満たない24試合の出場に終わった。また、代走や守備固めでの起用がほとんどだったため打席に立つ機会はほとんどなく、打率167、シーズン中の安打はわずか1本に止まった。2013年、開幕を2軍で迎え、プロ2年目の2006年以来となる1軍出場なしに終わり、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。2015年の工藤その後、12球団合同トライアウトを受け、落合博光 GM の目に留まって、中日ドラゴンズの秋季キャンプに参加し、入団テストを受けて入団が決まった。背番号は62。落合とは、著書で、当時の JR 東日本公式野球部員としてアドバイスを受けるなど以前も縁があった。2014年、開幕1軍を勝ち取り、主に代走として出場機会を得ていたが、4月5日の読売ジャイアンツ戦で代走出場の際に右足を負傷し登録抹消となった。シーズン終盤から再び1軍に合流すると、8月28日の横浜 DeNA ベイスターズ戦で10年目にして、プロ初本塁打を放った。9月15日の横浜 DeNA ベイスターズ戦でも1点差ビハインドの9回表、1死2塁の場面で代打起用され、当時クローザーを務めていた三上智成から同点タイムリーを放つなど、勝負強さを発揮した。この年は46打席ながら、打率を3割に乗せた。2015年、この年はわずか13試合に止まり、打率も167、安打1本と低迷した。2016年、開幕を1軍で迎え、閉幕まで一度も2軍に降格することなく、キャリア2番目の74試合に出場した。主に、リカルド・ナニータの代走、守備固め要員であったが、打撃面でも6月8日のオリックス・バファローズ戦で、延長12回に決勝点となる勝ち越しタイムリーを放つなど、ここ一番での勝負強さも目立った。2017年、この年もほぼ1年を通して、代打や守備固めとして1軍に同行し、中日入団以降では最多の82試合に出場した。2018年、年間を通して1軍に帯同。代走や守備固めとして安定した活躍を見せ、73試合に出場した。10月22日、球団に対し現役の引退を申し入れ、同日付で任意引退選手として公示された。2018年10月29日、中日の一軍外野守備走塁コーチに就任することが発表された。2020年からは二軍外野守備走塁コーチに配置転換。50メートル 5.8 秒の俊足を生かした守備を見せる。肩も強い。ありがとうございます。